三四一二三四ここでターン。お疲れ様です。今日もまた見学にいらしたのですか？気になることですか？何か要件があるのでしたら言ってください。心配していただきありがとうございます。ですが無理はしていません。はい、休息の大切さはプロデューサーから教えていただきましたから、あれ以来日々のレッスンでも動きが軽くなってきたように思います。だからこそ今は体を動かしておかないといけないのです。それはうちのとにかく私がレッスンに励むのはあなたにとっても好都合なのではありませんか？うちのことは大丈夫なので放っておいてくれませんか？ですけど、ずっと見られているのはなんだか恥ずかしいです。なんでもありません。とにかく私はレッスンを続けさせてもらいます。このぐらいで大丈夫でしょうか？はい、そうさせていただきます。お付き合いくださりありがとうございました。私の動き良くなってましたか？これで元の体に。よかった。なんでもありません。気にしないでください。先日甘味を食べ過ぎた分少し取ってしまったので、体を動かしているのです。なんて軽薄な。あなたはプロデューサーなのですから、もっとアイドルのことを考えて発言をするべきです。なかなかですね。